連敗阻止で上位争いに加わりたい名古屋と、勝利でファンサポーターに思いを届けたい仙台。今シーズンも残り10試合ほどとなりました。明治安田生命 J1 リーグ第24節、名古屋グランパスとベガルタ仙台の一戦をお伝えしてまいります。名古屋はスターティングメンバー、前の試合に比べて2人入れ替えてきました。ゴールキーパーランゲラック、最終ライン成瀬、中谷、丸山、オジェソク、ツーボランチ稲垣と米本、そして前田、阿部、マテウス、ワントップが金崎です。ベガルタ仙台のスターティングメンバーです。ゴールキーパーがヤクブソービク、最終ラインアピアタウヤ、久志、島尾、マテ、平岡、そして関口、浜崎、椎橋、石原、ツーシャドウと予想してまして、佐々木は開幕戦以来のスタメン、そしてゲデス、ワントップに長澤です。右サイド成瀬、阿部が呼んでいる、スペース前田、中央マテウス、ヒールで米本へ、縦に前田、さあ得意の形、右足でいった、シュート、前田利き足と逆の右足でシュートを放ちました。非常にこう名古屋やらしいこう攻撃のパターンができましたよね。今チャンスになります。このボール、長澤がシュートまで持っていこうとしましたが、ランゲラックが飛び出ました。後半の立ち上がり早々です。飯島さん、はい、今のところ仙台がかなり裏に抜け出すようないいプレー2本見られてますが、そうですね、高い位置からこうボールを奪えてる状況っていうのはありますよね。奪ったのが名古屋です。中央阿部、右サイド前田、自分で行きました、シュート、ヤクブソビク、ナイスセーブを見せました。まあ、いいコース飛んでると思いますけどね、ソビク、ナイスセーブですよね。反転マテウス、さあ3対3、そこに金崎も加わってくる。左サイド突破してクロスを入れるというボール、自分で行ったシュート。ここのところでもですけどね、まあ、クロス狙ったんですけど、そのこぼれ球、角度のないところに振り抜きましたよね。稲垣ダイレクトでマテウスへというボール、パスカットしたのが浜崎、縦に長澤、そして右にはたいて関口、一気に攻撃仕掛けていきます。クロス、このボールは長澤飛び込んでいましたが、キャッチしたのはランゲラック。いや、惜しい場面でしたよね。今キーパーとこのディフェンスの間に関口、いいボールを上げましたけどもね。米本から成瀬のボールはちょっと呼吸が合いませんでした。金崎落としてポストプレー、名古屋マイボールにします。代わって入った相馬、オーバーラップを持続、クロスを入れる、こぼれ球、稲垣が左足、シュート決まった、稲垣のシュートで名古屋先制。後半の20分、少しキーパーソービク反応できませんでしたけど、稲垣こうやはりこぼれ球に反応したこと、そしてシュートこれ振り抜けたことっていうのは素晴らしい、やはりゴールにつながるプレーになりましたね。稲垣、やはりこの試合もこぼれ球のミドルシュートでゴールということになりました。ソービクへ戻します。左サイドバック石原、このボール奪われる形になりました。さあ名古屋の攻撃、花崎自ら行ったシュート、スオビク、これも止めました。いや、この金崎のシュートも非常に素晴らしいシュートだったですけども、スオビクの反応いいですよね。集中してますよね。枠行っていますね、はい、しっかりと枠捉えているいいシュートだと思いますね。名古屋は時間を使います。
スローイン、ここで長い笛です。試合終了。明治安田生命 J1 リーグの第24節、名古屋グランパスとベガルタ仙台の一戦、1対0、名古屋が勝利しました。